現在ですね、1日ですね、5月1日に、ブリストル・マイヤーズ・スクリーブ株式会社を取引しました。今、売りですね、こちらになります。この取引を開始しました。それでね、これをちょっと入れとこうと思うので、ね、それでですね、これね、平行線ね、この斜めになってる、これから落ちるんじゃないかということで、こう落ちてるんで、見てね、私判断しました。で、投資数が1234だから1284,332円ですね。で、投資しましたね。で、これが落ちてくれればいいんじゃないかと、冷やして表示してますね。で、現在までの利益なんだけど、6月4日かな。それで、どうでしょうかね。去年の6月12日からの成長ですね、開始した、まあ、こうですね。ここで注文ね、したわけですね。これでどうかですね。こういう成長ですね。それで、これうまく、思惑通り落っこってくるとね、いいよ、もういい、悪いことじゃなくてね、落ちてくるといいんですけどね。ちょっと待ってね、お茶を飲むんで、お好み焼き食べる。もしこれがここら辺までしとくんですよね。で、このぐらいにしときますね。これはね、こっからガチャガチャガチャいってね、こんな風にまた上がっちゃう可能性がある、うん、仲間を打ちってうまくいったらこう、こう落ちる、こうね、ということですね。
ぜこれこれかな。と予想してます。これ株式なんで、この株式なんでね。ブリストル、マイヤースクイブ株式会社ですね。これなんだろう。こう介入してるんだな。こうトリフですね。どこのトリフですか。どこがいいこれ。うんね。ジャパニーズないね。あ。ハワイ。うんね。何にするんだこれ。どうなんだ。ねえ、これどこの国があるんだよ。これだね。これだこれだ。今日はだから金曜日だから15時30分からか。22時だ。で、いいか。
53。10時30分からだな。落ちてきていいよ。まあ、これで落ちてくれるというね、株取引ですね。ご覧まで落ちるからね。
まあ、こういうことでね、今は、ね、33,705円、ね、ということで、このように成長していると。ね、で、今、8% ずつなんで、月の利益がね、1% に戻していかないといけない。以上にね、初めの、1割達成という目標だったからね、月ね、平均で。ということですね。うん、これはこんな感じですか。このねブリストルマイヤーズスキーブ株式会社ですね、マイクロもスタンダードも同じなんだろうけど、ね、あ、そうですね、ここからこの幅ぐらいのとこね、1,2,3,4,5 ね、1,2,3,4,5、ここまではいきそうだな、ね、ということでね、様子見ましょう。